ってきます。行ってきます。お散歩行ってきます。お座りしててね。お座りしててね。何？マイクよ。おはようございます。マリモチャンネルです。今日もいいお天気です。よく晴れてます。じゃあ今日は、ね、鹿肉料理を作ろうと思うんです。今日は久しぶりに鹿肉料理を作りたいと思います。鹿肉と玉ねぎで生姜醤油にあっさりとして美味しいです。で、これいただき物の鹿肉なんですけど、冷凍してたものを解凍しました。一晩でね、解凍できました。去年の12月の中旬にいただいたものなんですけども、そろそろ食べようかなと思って、で、だいたいこれで 280g あります。で、玉ねぎ2つ、玉ねぎ2つと生姜適量で、あとみりんとお酒と醤油で味付けします。そしたら鹿肉をまずサイコロぐらいの、サイコロよりちょっと大きいぐらいの大きさに切りますね。ちょっと珍味っぽく、お酒の魚にもいいしご飯にもぴったりです。久しぶりにお料理動画を作るのでちょっと緊張してますが、やっていきます。綺麗なもみじ色ですね。これが鹿肉です。ヒレの部分ですね。とても綺麗です。玉ねぎ切っていきますね。玉ねぎたっぷり入れると美味しいんで、たくさん入れます。で、これ生姜千切りしていきます。ちょっと多いかもしれないけど、まあね、冬北海道寒いんで生姜はたっぷり入れようと思います。体も温まりますしね、免疫力も高まるようにたくさん入れます。ね、寒い冬は温まるし、とてもよく使いますね。冬お味噌汁とかにも吸った生姜を入れたりしたらとても美味しいですね。もう北海道寒いんで生姜いっぱい食べます。こんな感じです。では
オリーブオイルを大さじ1ぐらい入れます。で、鹿肉を入れます。炒めますね。生姜を入れます。生姜を入れます。まずお酒を大さじ1、2ですね。で、みりんを大さじ4。ちょっとね、甘くしたいと思います。でね、甘党の方はお砂糖を足してください。4。味付けはまあ、お好みでね、していただいたらいいと思います。お醤油を大さじ3入れます。弱火にして約20分ぐらい様子を時々ね、様子を見ながらね、煮込みます。よいしょ。じゃあ、よいしょ。ちょっと大事なもの忘れてました。鷹の爪、お好みでね、鷹の爪を入れてください。辛いのが苦手な人はね、入れなくていいですけど、ちょっとアクセントに北見の玉ねぎ、美味しいです。あともうちょっとでございます。ちょっと様子見ます。だいぶ飴色になってきましたが、まだね、水分があるので、もうちょっと水分を飛ばします。完成です。完成です。OK です。いい感じですね。こんな感じ、トロトロ、よいしょ。 OK です。できました。完成です。玉ねぎの甘みが効いて美味しいです。
鹿肉もすごい柔らかくて、生姜も程よく効いてます。お酒の魚にぴったり、ご飯にもぴったり、お弁当にもぴったりです。おいしい。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとつたない動画ですが、またおいおいにいろんなお料理作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまた、失礼いたします。